7月20日開催のフレッシュオールスターに出場予定だった河野選手、チーム事情により出場を辞退することが球団から発表されました。チーム優先ということじゃね。河野選手は現在1軍に帯同していて、欠かせない戦力として様々な場面で登板を重ねてる。オールスター前の阪神3連戦の2戦目と重なるフレッシュオールスター、チームからの打診なのか本人の意思なのかはわからないけど、河野選手も今のポジションを守る立場だし、代わりの選手に出場チャンスを回してまでフレッシュオールスターに出場する選択はなかったのかもしれないね。他球団含めても11名が出場を辞退していて、ほとんどがチーム事情となってる。もちろんフレッシュオールスターを辞退してもペナルティはないから、1軍の戦力になっている選手は辞退する傾向にあるね。現在河野選手は9試合連続で無失点、最後の失点は黒原選手が危険球退場となり緊急登板した際の3失点が最後という安定感を見せてくれてる。先日は2イニング無失点もあった日の頼りになるわい。勝ちパターンではないからこそ、この無失点ピッチングは反撃やダメ押しの呼び水となる。フレッシュオールスターで見られないのは少し残念だけど、チームの勝利に貢献するピッチングを期待したいね。ということで、河野選手のお話でした。